はい、皆さんこんにちは、村長です。お正月ももう終わりに近づいています。今日はシンセサイダー V を使っている方ならよくわかると思うんですけれども、シンセサイダー V でいうボリューム、ラウドネスというやつですね。これをうまくコントロールすることによって、いわゆるダイナミクス、強弱ですね、その強弱をつけることによって歌がとっても生きてきたりします。皆さんはどのようにしてラウドネスのラインを書いているでしょうか。何が正解かということはありませんが、僕のやっている方法をお話ししたいと思います。村長ミュージックスタジオ、一番大事なのはまずはこのウィンドウを大きめに取ることです。なるべく大きめに取る方が分かりやすいということもありますので、ここの幅を大きく取りましょう。そして大抵の皆さんはこの道具がいくつかあります。これはペンのツールで自由に書けるわけですね。このように書いていくわけです。これもなかなかですね、うまく書きにくいです。そこで直線を使って書くのが案外便利なのかもわかりません。マウスで書く場合はこのモードにしておいて線を直線で綴っていく。例えばこういうことです。はい、直線で書くことによって案外分かりやすいラインを書くことができます。でも予算に余裕ができた時にはペンタブレットもしくはタッチパネル、これらを使うとかなりこの作業が楽になります。ちょっと画面を切り替えます。僕はディスプレイがタッチパネルになっています。ですからこれも案外楽でして、鉛筆のモードに持ち替えます。そしてこれで書いていくと案外いいですが、まずどこを上げてどこを下げるかというのだけは頭の中に入れておく方がいいです。例えばここはだいたいまっすぐと。そしてここで上がって、ちょっとここ戻って、ちょっと下がる。はい、この頭はちょっと出て、そしてここの高いところで盛り上がる。はい、こういうようなラインの書き方ですね。タッチパネルやタブレットがあればこんな感じで曲線がとても書きやすくなります。これも一つの参考にしてみてください。二つ目の方法ですけれども、一旦このラウドネスはクリアにします。クリアにするときはこのように範囲を囲みまして、デリートキーを押すと元のように戻すことができます。二つ目というのはですね、オートメーションを使う方法です。スタジオ1の場合、オートメーションモードにするのにはこのボタンですね。これを押すことによって切り替えができるようになっています。ここでトラックを見て追加削除というのをしまして、オーディオパラメーターの中のボリュームというのをダブルクリックすると左側にこのように来ます。そして閉じます。このオートメーションを書けばいいことになります。はい、今画面の右の下の方にフェーダーコントローラーですね、いわゆるミディコントローラーというのを表示しました。これで再生をしながら記録していけばいいわけです。ここではラッチというのにしてもいいし、いつも戻したいときはタッチというのにします。今回はラッチでやっていきます。先頭のところに戻しまして、再生をしながらフェーダーコントローラーでラインを書いていきます。ちょっと見ててください。
ろさ、この指に止まれ、出発だぞ集まれ、繋いだ手と手に伝わるよあったかい、ポカポカのお日様と同じ匂いがする、雨が上がったよ、お日様が出てきたよ、青い空の向こうには虹が、はい、こんな感じにオートメーションを書きました。これでですね、どんな感じか見ていただきましょう。今示したように、こちらのところのフェーダーの動きをよく見ててください。ちょっと、そして今日はハーモニーもつけてみましょう。ダブラーかけます。この指に止まれ、出発だぞ集まれ、繋いだ手と手に伝わるよあったかい、ポカポカのお日様と同じ匂いがする、コーラス出します。こんな感じにですね、ボーカルというのは別に歌声合成だけじゃなくて、生身の歌声でもですね、ダイナミクス、すなわち音量の強弱がしっかりある方が歌というのは感情よく聞こえます。ぜひともボリューム感というのは大事に編集されるといい作品ができるんではないかと思われます。今日はシンセサイダー V のラウドネス、これをシンセサイダー V の中でやるのか、オートメーションを書いてやるのか、この2つの事例をご紹介しました。村長スタジオでした。